こんにちは。全世界25億6000万人の花屋龍馬さんファンの皆様、速稼塾の久保が花屋龍馬さんをね、今日も解体していこうかと思います。まあ、この動画の趣旨ってのは、寝ようとしている花屋龍馬さんを寝かせないための嫌がらせ動画でもあるんですけども、まあまあ寝ていただいても構いませんけども、気になったらね、ぜひねご覧いただければと思います。さあ、今日はね、もうまどろくしいこと言わずに、とにかく金を稼ぐ方法を教えてくれってことがありますんで、今日2つちょっとねお話してみようかと思います。これはね、花屋龍馬さんファンの皆様にもプレゼントしてお届けできることだと思うんですよ。で、儲かったと思ったらね、ちょっと速稼塾に興味を持っていただいてもいいのかなと思います。まずはですね、ちょっと考え方からお話しします。そして後半の方ではですね、具体的な方法をお伝えします。だからこの動画を見た後には、稼ぐ方法があなたの胸の中に一つ手に入ることになります。それを使うかどうかはあなた次第です。もちろん使っていただいて稼いでいただいてもいいし、それを人に伝えることによって誰かを稼がしてもいいと思うんですよ。どちらでも使えますんでね、生涯のストックとしてこの中に入れておいていただければと思います。それでは始めますね。前半です。マインドセットからお話します。まずですね、花屋龍馬さんはね、運がいいって言われましたけども、運って要素はかなり重要なんですよ。で、どういうふうにね、自分の人生を構築するかっていうと、3つの要素があります。3つのファクターが、まず1つ目、素養です。これはね、生まれ持ったものと言っていただいていいのかなと思いますよね。例えば背の高さ、男女がどうか、生まれた場所はどうか、親はどうか、そういうふうなことですね。これはもう自分では選択のしようのない、生まれ落ちた時にもう全て、自分に課せられたものです。これは年齢を重ねることによって自力で変化させていくことはできますけども、例えば親をすげ替えることっていうのはできませんよね。名前も同じですよね。こうやって変えようのないもの、もしくは変える可能性の非常に低いものに対してエネルギーを向けるのはちょっとね、ビジネス的にはロスが多いんで、そこはもうね、素養だと思ってやっていくしかないです。声の質も表情もこれ素養なんですよ。これはもうある意味ね、持って生まれた宿命だと思ってこれは抱えていきましょう。これが素養ですよね。足の速い人とかね、体格の大きい人とかいろいろいると思います。もしかしたら研究するのが生まれつき好きなんだよとかね、昆虫が好きなんだよとかね、魚くんみたいに魚がとっても好きなんだよって方がいらっしゃるかもしれません。自分の持ち分で素養ってものを生かしていただければいいと思います。じゃあファクター要素の次、2つ目なんですけど、2つ目はですね、努力ですね。これは後天的に自分が向きたい方向を向いていくってことによって、能力を伸ばしていったり、もともとない素養を形作ったりするものでございます。例を言いますとですね、もともと走るのが速い人っていうのは、走るっていう現場では勝つことができるんですけども、じゃあ例えばね、インターハイ行きますよね。そうするとあらゆる地区で勝ってきた人との戦いになるんで、勝者同士の戦いです。これに勝とうと思ったら、もはやね、素養だけ、天性だけでは勝ちようがないので、努力ってものを上積み、下駄を履かせることになります。となるとですね、もうこれね、努力の量で差が出てくるんですよ。だから努力っていうのは必要なんですよ。もしくは全く自分に素養がないものね、例えば背が低いんだけどもバスケが好きになっちゃった、バスケの選手をレギュラーに選ばれようと思ったら背を伸ばすことはできないけども、でも背の高い人以上に活躍することによってね、ジャンプ力を身につけたりとか、走るのが速かったり、戦術とか指令が得意だったりとかね、チームをまとめる能力を身につけることによって、まあチームを勝利に導くような、そういうふうなね、司令塔たる役割を担うことは背の低い人でもできるんですよ。もちろんダンクは決めれないかもしれないけども、でもダンクを決めれる選手を作ることができるかもしれませんよね。まあ、そうなってくると、その人は努力によってその地位を得る、例えばね、代表選手になるってことが可能かもしれません。まあ、そういうふうな例なんですよ。自分が勉強が苦手でも、努力によって工夫によって点数は取れるようなね、勉強は相変わらず苦手なんだけども、テストを受ければいつもね、90点100点が取れるみたいなことも努力でできたりするんですよ。よく言いますよね。特にまあ麻雀が好きなわけではないけども、やったら勝つみたいなね。で、麻雀大好きなんだけどもなかなか勝てないみたいなね、こんなところもありますということなんでね、努力の量っていうのもやっぱり素養と努力、この組み合わせで、自分の結果っていうのがね、導き出せるかどうかってことが決まってきます。じゃあ3つ目の要素は何かっていうと、これ運なんですよ、ね、どんなに素養が豊かでも、どんなに努力をしていても、その何、甲子園ってのがあったのと、全国大会ってなるのっていうのを知らなければですね、それを教えてくれる人がいなければ、たまたま家が貧乏でスパイクさえ買えないみたいなところに生まれちゃったら、せっかくの能力も終わるんですよ。だから運っていうのも大事です。どこまで突き詰めていっても運っていうのが大事なんですよ。まあ、例えばね、花屋龍馬さんの動画に私が出会わなかったら、多分私もとっくにね、いなくなってます、死んでますよね、うん、そんなことにもあるんかなと思いますんで、去年花屋龍馬さんの動画に出会えたことっていうのは、私はね、もう本当命を救われたような思いがしますよね。ということで、運という要素は大事だなと思います。花屋龍馬さんがたまたま動画をやっていた、
たまたま私のサジェストに上がってきた、たまたま私のね YouTube のトップページに上がってきて、しかもたまたまウォートークンで書いてあった、たまたまその上に小野沢さんはじめさんっていうね仲良しがいたと。これは何だろうと思って私がねたまたまクリックしたんですよ。その時私がねもしかして、なんですか、飲み倒れてねもう意識朦朧だったら、YouTube 開けてなかったかもしれない。だから凄まじい運で出会ってるわけなんですよね。ということで素養と努力と運という3つの要素がいろんなねボリュームを変化させながら、例えば時には素養が大きいもの、例えば時には努力が大きいもの、例えば時には運が大きいものとかね、いろいろあると思いますけども、そのボリュームの組み合わせによって自分の結果っていうのが出てくるのかなと思います。まあ、だからといってね一生懸命頑張ったけど運が悪かったっていうふうに全く自分の身を顧みないようではちょっとダメなんですよ。自分を反省するときは常にね努力というものを見ていかなくてはなりませんし、誰か他の人がねうまくいかなかったときに慰める言葉として、いたわる言葉として、運が悪かった、素養がいまいち追いついてなかった、こういう言い方はあると思います。ただ素養についてあんまり批判をするとその人の生まれとかご両親ですとかその地域をね揶揄することになりますので、やっぱりね運が悪かったねっていうのが最も無難な慰め方かなというふうに思いますよね。はい、それについて自分がうまくいかなかったときは自分の努力が足りなかったというのがな一番謙虚かなと思います、というのが前半の話ですね。で後半具体的な稼ぎ方、これね皆さん聞きたいでしょう。私今ねやってるのがあります。それはですねこの見てください、一戸建てがあるんですけども、この家ね当然火災保険入ってます。ずっとやりたかったんですけども私持ち家がなかったんでできなかったんですよ。火災保険のこれ申し込み書です。どういうことかというと、この家は30年の歴史を持ってます。30年前に建てられました。30年間のいろんなね、天気天候風雨によって雨どいが歪んでいたり、壁に小さなひびが入っていたり、カーポートって言って駐車場の屋根がありますよね、あれがね風で石が飛んできて割れたりしてるんですよ、バリンと。で支柱ももう経年劣化でこう崩れてきてる部分があります。経年劣化じゃなくて何らかの自然的要因で壊れてるところもあります。となるとですね、火災保険の適用内なんですよ。火災保険っていうのは何も火事の時だけ適用されるわけではなくて、水害雨ですよね、風害風ですよね、もちろん台風とか洪水とかそういうもの含まれますけども、私のところには記録されるような、ね、大きな台風があったかどうかちょっと分かりません、大きな水害があったかどうか分かりません。ですんでそれを調査していただいて、あ、これは保険で保証金が出るねと、補助金が出るねと、修理代が出るねってことでしたら保険金を受け取って家を修理するタイミングを待つということになります。ということでね、どのぐらいの保険金が出るかと言いますと、概算で150万円ぐらい今ね出るんじゃないかなと思われてるんですよ。でも多くの方は火災保険に入っていても火事の時にしか使えないという思い込みからですね、請求をせずに自費で直してるんですよ。私も実はですね、外壁塗装を自費でやりました。200万かかりました。これ一昨年やったんですけどね、もしかしたらその外壁塗装は後からですね補助金で出るんですよって話になると、まあそっくりそのままか分かんないですけども、それに相当した金額をお支払いいただける可能性があるんですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、一戸建てを持ってる人で火災保険に5年以上加入されている方は保険の適用で、まあ、150万なり200万なりがね、払われる可能性があるので、それを調査お願いしているところなんですよ。試算ではね大体出ますよというふうな形でございました。30年建築ですし、今まで保険料も滞納したことがないですし、保険も使ったことがないと。でその30年の間ではね強めの風とか、それから地震もありましたし、いろいろ災害があったということなんで、まあほぼ 100% に近い確率で支給はされますと。金額については適当なことは言えないけども、どんなに少なく見積もっても7、80万は出ますと。高ければ200万を超えますということでしたね。でこれから細かく調査していただくんですけども、そうなると何が儲かるかってことなんですけども、実はね支給を受けたお金っていうのは今すぐに修理をしなくてはいけないってことではないんですよ。別にいつ修理してもいいんですよ。しまいには修理するかどうかはオーナーさんに任されているので、しなくてもいいということにもなりますよね。で私としてはですね、必要な修理箇所にお金を使っていきたいんですけども、本来でしたら自分で払わないといけないと考える人が多いこの修理箇所、保険で賄われるので、これによってね綺麗な家がまたね復活するんじゃないかなと思いますし、何よりもこの工事を頼む業者さんが儲かるじゃないですか、助かるじゃないですか、この仕事のない時代に。まあそういう意味も込めてね、今回はこれを使わせていただこうかなと思います。そして聞いてみるとね、来年も申し込んでいいらしいんですよ。保険請求した1年未満はダメですけども、1年以上経ってるとまたね
別の箇所によって破損が生じたところ、もしくは修理したんだけどさらにおかしくなったところに対して請求ができるということなんで、私はこれからね毎年この保険を受け取ろうかと思ってるんですよね。これが儲かる方法の、まあ、ごく一例です。まだまだ他にもあります。一戸建てのない方向けのものとか、単身者向けのものとか、それからですね、住まいだけではなくてね、別に他のものもね結構あるんですよ。それがねポイントサイトモッピーってとこで、展開されてますので、まあ、動画の、ね、URL におまけでつけておきますんで、ご覧いただければいいかなと思います。ね、最初に申し上げましたけども、これ自分で使わなくてもこれが使えそうな人に教えてあげるっていうだけでも信頼関係高まりますし、人のお役に立てると思うんですよ。お役に立つ部分としては、まずね、このこういった案件をやってくださる方は金銭的に助かりますし、で工事を請け負ったところはやっぱ仕事になるんで、その方も助かるということでね、うん、今火災保険っていうのはこれ2兆円ぐらい浮いてるらしいですよ。使われずに、使えるはずなのに使われないということでね。だからそれを市場に流してあげる、うん、だから保険会社がストックしておいてもその社会に流動性をもたらさないんで、まあ、いい言い方すればね、保険屋さんの利益に差しておくんではなくて、含み益に差しておくんではなくて、社会にお金として流通させることによってね、もっともっと大きな財をもたらすことができるんじゃないかなと思います。まあ、極端な話ですけども、そのストックされている2兆円が世の中に出ることによって売買が進んで、2兆円が4兆円とか6兆円とか8兆円とかっていう GDP に反映されていくと思うんですよ。まあ、そこまで、ね、考えてやってるわけではないんですけども、まあ、ぼんやりときれいにたまとめるとすれば、市場に流動性をもたらして市場の価値をね積み増すことになるかなと思いますんで、まあ、この火災保険ね今回やってみようかなと思っているところでございます。では本日は以上ですかね。ではおやすみなさい。